観光地として人気の栃木県の奥日光で、自動運転の EV 電気バスの実証実験が行われています。栃木県は環境保全の観点とバスのドライバー不足の問題に対処するため、自家用車の乗り入れが規制されている奥日光で、電気バスを自動運転で走行する実証実験を行っています。運転席に人は座りますが、必要な時だけしか操作しないということです。栃木県は特定の場所に限って完全に自動で走行するレベル4の自動運転バスの導入を目指しています。国内外の訪問客に対し、エコな観光地をアピールしたい考えです。